取るが何を。そいつを逃がすんじゃない。ガブ。なんだ。おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな。生きて返すな。頼む。
立ちがあかん。いい加減に降りてこいよ。手間かけさせやがって。畳むぞクライブ。急げ。これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。やつらの頓傷はあさってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？やつは今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけか、お前は召喚獣になった。お前が、フェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ？さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を？フェニックスの祝福に誓いを立てて弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。
シド、俺礼を言うならガブに。ありがとうガブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。奴を止めるんだ。